はい、今日は、スピッツさんで空も飛べるはず聞いていただきたいと思います。聞いてください、空も飛べるはず。スピッツさんで空も飛べるはず。今日も風を見て穏やかに香るとが来まして、風見静香がお送りいたしました。ありがとうございます。